前回のカズクラ、優しいと言われてるんやけど、カズクラ優しいんやって。ちゃんと村人さんたちが行き来できるように村までの整備をやってるんやわ。まずは道をきれいにしてみた。すげえ、たったこれだけで道ちゃんとできるんやの。ほんで村の中にも階段がないからさ、足腰弱ってるで。村人も階段もつけてあげたんやわ。村人さん、みんなにっこり。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。300日目来ちゃったよ。生きてる、生きてるっていいな、本当に。はーい、毎日少しずつ増えていく仕分けシステム、今土とかあるんだけど、ただこういう草ブロックはまた種類が違うから、よっこいしょ。それ高っ。こういったのが仕分けできるようになりました。石、以上です。以上です、仕分けできるものは。はい、あとは頑張って突っ込んでいくっていう感じですね。はい、ほらほら、溜まってる。いやー、すげえ、溜まってるよ。ここもすげえ溜まったよ。すごいな。銅鉱石コーナー作ろうか、ここら辺に。銅鉱石どんだけ溜めたんだこれ。すげえ、半分、ワンチェスト分ぐらい溜めたぞこれ。わあ、ここにもなんかいっぱいある。無駄に仕分けしとかないと。わかるよな、仕分けシステム作ったらね、仕分けしたくなるあるある。さあ、なら今日新たに、追加するものは何にする。あれ行こう、これだな。安山岩、安山岩を置きまーす。これで安山岩も仕分けができるようになりました。で次はこれだね。これもするし、あ、戦力眼も。お、いいね。今までの伝統的なやつが並んでくって感じ。最初の頃からあるブロックが。おらん時はここら辺だったんで、ほんと最近の前からすごいもんね。種類が増えまくった。ね、難しい。ここが、はい、これ入れまして、その横が、戦力眼でございますね。どんどんその時はここら辺も全部仕分けができるようになってしまいました。完璧、完璧すぎる。というわけで、いやー、寒かったり暑かったりなんか嫌ね、ほんと現実世界ね。ほんでね、春から社会人の方もね、おめでとうございますね、ほんと。はい、ほんで、ゴールデンカズさん、高校3年生になるということでね、就職。あー、オラとしては高卒だね。いいね、いいね。また、やりがいがあってお金が稼げない仕事と、やりがいのないお金の稼げる仕事、どちらが良いですかとね。いや、もうこれについてはもちろん、まあ、やりがいがあった方がね、まあ、楽しい。まあ、学によるかもしれんけど、学にね。うん。基本的にはやっぱ、やりがいのあるやつになってくるかなと思うけどさ。でもこれね、一つ、やってみないとわかんないんだよ、これ。どれがやりがいやるかなーっていうのも、やってみないとわかんないんだ、これ。うん。また難しいとこでございますな。やってみないとやりがいがあるかどうかが本当によくわかんない。ねえ。うわ、また村人がここにたむろってるわ。好きね。ほんと好きね、たむろうの。ちょっと回復させてもらいましょうかね。ありがとうございます、本当に。ほんと適正攻撃ありがとうございます、いつも。いやー、相変わらずナイス。いや、ほんとにいくらでもお金がかかるわ。空っぽ。だけど、うわー、いただきます。あー、うまい。うわー、マグマがうまいわ。まあ、ちょっと補充してあげないとね、補充を。ほんとにいっぱい使うんだから。はい、どうぞ、みんな。さあ、というわけで今日は何しよっかな。そういえば爆発で、いろんな材料がね、なくなっちゃってるっていう事実もあるから、ジャングルの木とかさ、なんかいろんな原木がないんですよ。私んとこ。取りに行くかしらこれ。おぉ。やっぱここもちょっと発展させるべきだな。ね、ここ発展させよう。なんかしょべえもん。はい、あっち行きましょう。いや、レッツラゴー。いや、ここもやっぱちょっと変わり映えがしてないからな。ここもなんかやった方がいいよなー。ねえ、ここら辺。ここら辺ちょっと改造するか。ちょっといい感じにするか、ここら辺も。たったいまー。あ、確かね、これの手前にジャングルとかもあったから、待て。せっかく来たからジャングル。あっちの方か。確かあったと思うんだ。ないかもわからん。あれ、あーっててて、え、あ
あったあったあった、ほらあったって言ったでしょ。ほら大人になってからの方が記憶力良くなったような。でも物忘れも激しいけど、いやあるでしょあるでしょ。というわけでまずはこれがすごい大事ね。うん、これ装飾にすごい便利だから。なくしちゃったからね、どこ片付けたか忘れちゃったからね。これツタね、これ使えるのよ。こういうとこで取っとかないとね。で苗木もちゃんとねゲットしておきたいところでございますな。苗木も苗木はあった、ようやくや。あ、2本で入れてる。あーしゃしゃ、こんだけ手に入れたらもう安心。とりあえず今回のミッションは完了なり。あとはダークウォークとか、あといつかやろうとしてる幻のパンダ企画ね、いつか将来的に集めていこうかなと思います。あんなとこにアカシアもある。やった、アカシアも恥ずかしい話なくしました、なくしてしまったのです。ててん、アカシアの苗木を手に入れた。おお、しこて赤いかっこいいの作れるようになるぞ。いや、アカシアもありがとうございます、ありがとうございます。おーし、戻るべ。よしよしよし、なこっちのね、なんかいろいろと制作にか、ここきれいにしよっかな。ここありだな、ここきれいにするのやるか。ここらへんなんか超微妙だもんな。はい、というわけで、戻らず、あ、もうここ早速制作開始していきましょう。確かにいろいろと微妙な点もいっぱいあったりしてて、もっと裏ならよくできるはず。さあ、というわけできれいきれいにしていくぞ。ほんと邪魔なのがいっぱい、こういう時のクワ。よし、ソードだ。こうすることで、そう、使い道のない、これの使い道、ネザーボトブロック、これも使い道のないブロックとして有名だ。これは一体どういう時に使うんだろう、みんな教えてくれ。私はこう使ってますとかあったらまた教えてくれ。これ使い道がマジでよくわかんない。この毒々しいんだよね、毒々しすぎるんだよね、この赤が。一旦ちょっとここら辺きれいにしていこう。あとこのネザーの木の特徴として、このミキティをねぶっ倒してもこれ溶けないんだ。これずっと残ったまんまなんだ、邪魔なんだ本当にこれ。よし、ちょっときれいになったか。こんで、そしてだ、数ボックス、ここからいろいろ拾い集めてやっていこうか。いや、どういう風にしていこう。あー、なるほど、こうなってんだな。オッケーオッケーオッケー。ちょっと鉄道っぽさね、ここちょっと閉塞感を感じるから、このちょっと広くちょっとしてあげよう。これタタ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 タ、長すぎる長すぎる長すぎるよ。でもうちょっと上もだな。おお、ゆとりを感じるわ。あーし、ただこれ問題なのが、これ横にモンスター湧いてこの線路に入ってきちゃうとか、なんかそれ問題だよな。そこもきれいに解決していこう。カズボックスからいいね。はい、敷き詰めていきまーす。おお、ほら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 湧いた、ほら湧いた。バーイ。バーイ。あーし。おお、できた。長っ。もうちょっと伸ばしていこうか。いいのができそうな気がするぞ。内面に数ボックス少なくなってきた。ちょっと待って、数ボックス少ねえな。深層岩とか使ってあげたいけど、使ってあげる？いや、使わない。モンスターが湧いちゃうから、ちょっとうまいことやってあげないと。ちょっとあり合わせでいこう、あり合わせで。
おお、なんかぽくなったぽくなった。あとはブラックソーンさん、ブラックソーン、ほいで、ここもだ。いいね。たまには使い道のないここのブロックでも置いとこうか、これ。まあまあ頑張ったんじゃないこれ。あとはまだ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 楽しくなってきちゃった。まだまだまだ、かっこいいね。ここまで綺麗にやろうか。よし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 、できた。あともう一息仕掛けだ。おお、広々。おお、すげえ。こうやって削る方法もあるんだな。少しずつしか削れねえけど、変な穴だらけになっちゃった。いや、いつかこれ綺麗に全部つなげてえな。少しずつこれ掘っとこうか。こうやって通るたびにちょっとずつ掘っていこうか。よいしょ、到着。あとはバケツを購入いたしまして、ネザーラックコーナーも作っとくか。こっちだな、ネザーラックコーナーは。ネザーラックも仕分けれるんです。そして魚を放流し、帰れました今日は、すごい。そしてマグマをいただきに来ました。オッケー、あ、戻るぞ。あ、汚く掘った後、こうやって拡張してくから、こうやって拡張してくからね、いつかもっと綺麗に、穴が開くでしょう。オッケー。ほいで、あとはこうして、ほう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 、ほいで、さあ、飾りマグマどうなる。おお、美しい。おお、ワンダホー。わあ、綺麗。えい、はーい、という、あれ、なんか違う。ああ、こうね。できたー。またもう、何があるの、ここには一体何があるの。何もないでしょ。置き方があるのかな。えい、えい、何があんのよ、ここに。一体何があなたに引っかかるの。えい、オーケー。なんかいろいろあるわね。いやー、これはイケメンなのが出来上がったぞ。いやー、これはイケメンだわ。はーい、というわけで無事、完成いたしました。乗り降り所でございます。すごい素敵な乗り降り所が完成したということで、いやー、今年も建築バッチリと言ってもいいでしょう。おおははは、この勢いでどんどん、レザーの方も発展進めていきますので、どうぞお楽しみください。いや、めっちゃ石使うなこれ。いや、またなんかダイヤモンド掘りとかなんとかで掘りに行くか。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。